ネーケルクは、オランダ中部のヘルダーラント州にある基礎自治体であり、都市である。この他フロートコルライルという集落があるが、行政上は、ネーケルク市の一部である。ユトレヒト中央とズボレトをつなぐ、鉄道路線が通り、ネーケルク駅が置かれている。ネーケルクのフローテケルク地名はオランダ語で、新しい教会を意味するニエーベケルクに由来する。 教会は礼拝堂が消失した1221年に建てられた。ヘルレ公爵領というトレヒト市教領との中間という戦略的重要性から戦争の度に荒らされた。1412年には完全に破壊されたが復興を遂げ、翌年に都市権を得ている。1421年には新しい教会も消失したが再建された。 その後も何度か焼かれており、現在の教会は18世紀に建造されたもので、教会のオルガンは1756年に作られたものである。商業の街として栄えた18世紀には、アレントファン・キュルレルやキリアエンファン、レンセラエールなどの市民が新世界へ向かい、都市を建設した。アイセルコに面し、A1 と A28 の2つの主要な高速道が交差する。 立地から第二次世界大戦後は急速に経済発展を遂げた。ランドスタッドの多くの労働者が歓声なネーケルクに移ってきたことやフェリューベと呼ばれる森林地域に近いこともこの発展を促した。ネーケルク自治体は2000年にフーフェラケーン自治体と合併し新生ネーケルク自治体が生まれた。市議会の定数は25で、 2010年4月時点の会派別勢力は以下の通りである。プロフレッシーフ21は民主66、フルンリンクス及び労働統計の地域政党である。ロカールベランフと PPP も地域政党だが全国政党とのつながりはない。ありがとうございます。